目標に逆算しながら他の人を動かしていくっていう経験だっていうふうに思っていて、ずっと聞いてたのは難易度難易度難易度っていう感じで、難易度っていうのはその結果のすごさっていうことじゃなくて、どうもシェンです、こんにちは。合格者面接公開シリーズということで、今回は SMBC 日興証券の合格者の方に来ていただきました。池田君よろしくお願いします。明治大学法学部4年生に所属しております池田智也です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということ で今回はですね、23卒の就活生の方にも来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京大学英語学科3年の高橋理香です。よろしくお願いします。お願いします。明治大学商学部3年の田中智弘です。よろしくお願いします。ということで今回の面接官は沢さんにお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速面接を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではもう何度も聞かれてきたことだと思うんですけど、学生時代にですね、池田さんが一番こう力を入れてきたこと、これをまず教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。どんなことをやってきたんですか。はい、一番力を入れたこととしては、はい、中国語から日本語に翻訳をする業務のプロジェクトリーダーという経験をした経験があります。はい、中国語を日本語に、はい、翻訳するプロジェクトっていうのは、はい、これ具体的な意味はどんなことなんでしょうか。はい、具体的に申しますと、はい、まあ、楽天のような中国の EC サイトがあるんですけれども、はいはい、そちらの商品を日本人向けに売るために、こちら あのなんですか、記事を日本語にして日本人向けにする業務っていうのを業務委託として請け負っていた形になっていて、はい、その私がリーダーとして、だいたい下に5人ぐらいの翻訳者がいるんですけれども、月だいたい40件ぐらい来て、それを日本語に翻訳していくという業務をしていました。なるほど。それは、いわゆるもう普通にお仕事としてやっておられたっていうことなんですか。そうですね、個人事業主としてやってました。なるほど。じゃあまあなんか学生企業というかしてたようなもんなんですかね。わ、そうですね。私の上に一応会社というか上の方がいて、その3チームあるんですけど、その1チームの責任者として私がアサインされていたので。なるほど。で、5人の翻訳者の、まあ、プロジェクトリーダーをされていたということですね。はい、そうです。なるほど。実際に、まあ、やっていく内容としまして、役割としては、池田さんの役割としてはどんな立場で何をしてたんでしょう。その月40件の翻訳ということなんですけど、はい、まずどういう流れで仕事が起こるんですか。はい、中国の会社から私たちの会社に委託をされるんですけれども、その委託された案件を実際誰に何件振るのかっていうところを、まず1週間ぐらい納期があるんですけれども、受けた段階で誰に何件振るのかをまず決めることっていうのがありまして、その決めた後に進捗情報を確認したりだとか、実際に提出間近になったらもうすぐ提出などお願いしますっていうような催促をして、提出できるような状態にして、1週間後とかに提出できるような状態にして、実際にその中国の会社に Google のドキュメントで送っていくっていうような、その管轄と管理というか、あの翻訳者とのやり取りを主にしてました。なるほど。これ分量としてはどんなもんというか、まあ、中国語はなんで何文字って言っていいのかちょっとよくわからないんですけど、何文字ぐらいが多いのかわからないんですけど、はい、どれぐらいのものが来るんですか、1回あたり。そうですね、はい、だいたい月40件なので1回すると1週間10件ぐらい来るんですけれども、うん、その1件あたりというのが、そうですね、何文字、あまり文字数え、あでもその、うん、4000文字とか。4000文字、中国語で。中国語で4000文字。漢字ばかり4000文字とか。そうですね、あ、まあ、件数って少ない多いっていうのはあるんですけれども、はい、4000文字ぐらい来るのを中国語から日本語に翻訳するっていうのをやってました。なるほど。どうでしょう、その、ま、じゃあまず最初のお仕事としては、はい、その誰にどういうタスクを振るか、はい、誰に振るかっていうことがあるってことなんですけど、ここはどんなことを考えてくるんですか。はい、そこはその翻訳者の、まあ、実際できる能力であったりだとか、実際その人が働けるかどうかっていうところを基準に考えていました。で実際にその始めたばかりというか、結構チームが新しく始まったメンバーの一員として入っていたので、本当に最初は誰に何件振ったらいいかも全然分かんなくて、すごい失敗してしまったなっていうのはあるんですけれども、能力であったり稼働できる日数っていうのを考えた上で案件を渡すようにっていうのはしています。なるほど。その5人いらっしゃるわけじゃないですか、はい、じゃあその方々の能力とか稼働とかっていうのはどのようにして把握してたんですか。はい、まず働ける日程から申しますと、実際に Google のスプレッドシートというのを作りまして、うん、働ける日だったり何時から何時まで行けるのかっていうのを可視化して、で
この日だったらいけるいけないっていうのを判断できるようにっていうのをしていて、だいたい10件ぐらい来るので、月1週間に3人ぐらいに私すればなんとか回るなっていうのがあったので、その1週間に3人ぐらい2人休めるようにっていうところをシートでまとめていました。で、そうですね、能力としては最初本当に分からない状態であったのに、やりながらベースではあったんですけれども、実際に渡していく中で何文字渡して、じゃあこれは OK だった、これはもう一回やり直してほしいっていうの依頼も中国の会社から来ることがあるので、そういった進捗情報であったり何件成功させられるかっていうところも実際やりながらデータを集めて任せていくようにっていうふうにはしていました。わかりました。実際それをこう回して今でどれぐらいの期間になるんでしょうか。そうですね、実際に始めたのは9月ぐらいからであったので、それ半年ぐらい。半年ぐらい。そうですね、はは、半年ぐらいやってたと。はい、続けてます。わかりました。まあ、これってね、まあ、あの納品、まあ、これを翻訳してくれっていうのが来てそれを納品するってことなんで、まあ、きっちりそれをやったっていう話だと思うんで、うん、成果って言われてもなかなか難しいかもしれませんけど、まあ、この半年間でやったことによって自分が関わったことで、この仕事がうまくいったっていうポイントっていうのはどんなところだと思いますか。はい、実際に成果としては、最初に振られた時、最初に1ヶ月っていうのは実際にそのまま通る確率っていうのが 80% ぐらいだったんですけど、だいたい今 92% ぐらいに上げることができたっていうのと、あと3チームあるって最初に言ったんですけども、その中でも私のチームが一番通る確率が多かったっていうのがあって、その私自身が入ることによって一番心がけたのは、その翻訳、私自身があんまり能力があるわけではなかったので、実際に何件か携わってはいたんですけど、分量が多いとかのは翻訳者に任せていたので、その翻訳者の方の意思かやり取りだったりだとか、その実際に計画を立てていかに目標に向かって誰に渡していくかっていうところを考えてやっていたことで、他のチームよりうまくいったりとか、案件がだんだん通るようになっていったのかなっていうのは思ってます。ちなみに他のチームはだいたいどれぐらいの確率で通るんですか、その一発で。そうですね、最初は同じぐらい8割ぐらいだったんです。今はだいたい 85% とか、他のチームは通っている中で私たちの中で 92% と、まあ少しではあるんですけど、はい、その通過率っていうのは誰が設定したんですか。それは中国の会社の方とか、その、親分の会社の、人たちが設定してたっていう感じなんでしょうか。はそうですね、基本的にはその通過率っていうところはマストで求められているものではないんですけれども、私たちの会社の中で何件できたかっていうところをしっかり可視化して、その今後でも他の会社からも来た時に案件できるようにしたいとかっていうために私たちの中で設定していたものです。じゃあそれはもう言われてずっとモニタリングしてたわけじゃなくて、はい、自分で、まあ、その設定数字を設定してやってたってことなんですね。そうですね。なるほど。なんかそれは目標設定したりとかしてたんですか。みんなでここまで行こうぜとか。はい、実際にその報酬自体が成果報酬っていう形ではあったので、実際何件やるか何件そのまま通るかによって本当にお給料っていうのが変わってくるんですね。私自身も翻訳者の方も、なので実際できれば多分もらいたいっていうのが本音だと思うので、実際に私もそうですし翻訳者の方ももらえるように、じゃ今月は何件行こうとか、で一番やる気のある人に多く振り分けたりして、でこの人だったら一番頑張ったから少しプラスしようみたいなところもいろいろ考えたりして、どんどん案件として成功率を高めたりうまくいくようにっていうのをやっていたので、自分たちの中で目標を持って少し競わせることもしながらやっていたっていうのがあります。なるほど。一番苦労したこととか、なんか失敗してしまったことみたいなこともありましたか。どうですか。そうですね、本当に最初の頃は大変苦労しまして、その案件自体通ることっていうのも少なかったんですけど、その翻訳者の方々もプロではあるんですけど、結構納期ギリギリにしてしまう方も人間だから多いなっていうふうには感じていて、その通らないのがもともとレベルの問題なのか、それとも時間がギリギリ通らないのかっていうのでは改善度が違うというふうに思っていたので、その翻訳者の方に実際納期に出してもらうために、あえてその最初に設定した納期から1時間早くこちらがお伝えをして絶対に納期を守らせることをしたりだとか、あとはもう翻訳するのもこちら側の原因ではなくて、なんかネットに載せられないような画像とかで弾かれてしまうような向こうの理由とかもあったりするので、本当にそうですね、案件として成立するかどうかっていうのを考えて、原因を追求して一件一件追求していって、これならできます、これならいけますっていうのをしっかり何もない状態だったのに、ある種のマニュアルみたいなものを自分たちで作りながら
本当に一個一個改善していったっていうのはあります、うん、なるほどね。こう一番大変だったことっていうのはそういうところだったと思うんですけど、こういうそういう経験したことによって何が身についたと思います？何か新しく池田さんがね変わったこととか身についたこと学んだことっていうのがあれば教えていただきたいんですけど。はい、でしょう。そうですね、うん、身につけられたこととしては、あの目標に逆算しながら他の人を動かしていくっていう経験だっていうふうに思っていて、大学時代、高校時代はそのサッカー部の部長って経験したことあるんですけど、大学時代はあまりビジネスとして何件やっていって周りのまとめる立場になるってことはなかったので、その大学生のビジネスとして目標を掲げながら、いつまでに考えてどういう施策を打ったらいいのかだったりとか、何もない状態からみんなが通るためには一種のマニュアルを作る作業だったりとかっていうのができるようになったのかなっていうふうに思っているので、他の人のやり取りをするっていうのはもちろんなんですけれども、いかにそれ効率化するかとか施策を考えていくっていうところは今大学生活っていうかその活動で身についたことだと思うので、そういったところを実際会社入った上でも目標は何なのかっていうところと、実際にどのような施策を打てばいいのかっていうところを自分自身で考えて、あの仕事ができたらなっていうふうには、ね、そもそもこの仕事、はい、まあ、あの面白い経験だと思うんですけどね、うん、なぜやることになったんですか？やることになった経緯としては、その2点あると思っていて、はい、1点目はそう私自身の中国を何か伸ばしたいなというふうに思っていたんですね、はい、で私ドイツに留学してたことがありまして、そこで、まあ、中国人と仲良くなったことで中国語を始めたんですけど、はい、なるほど、そうドイツ留学で中国語を学ぼうと思って、はい、あ、そう思って始めて、で、まあ、半年間で、はい、HSK 4級と一定程度まで上げることができたんですけど、なかなか日本で触れる機会がなかったので、それは中国に少しでも触れて自分の能力を増やして活用したいなって思いがあったっていうところと、その今まで大学生活で高校までは部長という経験したことがあったんですけど、人のマネジメントだったり人を動かしていくっていうことをあまりしてこなかったっていうのがあったので、そういった職業自分の経験とかを新たに活かせればってないのかなって考えた時に、その翻訳というリーダーをしようというふうに思いました。そのマネジメントっていうのをやりたいっていう人って、まあ、最近ねあんま減ってきてるみたいなこと言われてるんですけど、うん、なんでまたやろうと思ったんですか？そうですね、私自身がなんか一人で撮影することも好きなんですけど、チームで何かやり遂げたなってことに達成感を得るなっていう経験があるのかなっていうふうに思っていて、高校時代までサッカーをずっと続けてきたんですけど、結構高校時代サッカー引退試合とかで負けてしまって、まあ、やりきったはやりきったんですけど、その後なんか本当大学生活では自分一人でとか、そのメンバーの一員としてって関わる機会があったんですけど、なかなか達成感っていうのは得られてないなっていうのはどこかにあったりしたので、そのメンバーの一員として私がチームをうまくマネジメントするというか、チーム一体感を持って自分自身も活躍したいなって思いがあったので、そういった経験をしたいなっていうふうには思いました。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。では以上で終わりになります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした2人は？なんかその思考のプロセスというか、そのどういうふうに考えてタスク管理をしたのか、どういうふうに苦労してそこを乗り越えたのかもあったので、すごい自分ができてなかったんだろうなと思って結構参考になりました。おー、どうですか？私も同じ感じなんですけど、なんか結果っていうのは最後は残ってなくて、でも池田さんの人となりっていうのがすごい見えたんで、多分それは思考プロセスを話されてたからと思うんですけど、うん、それがすごい素敵だなって思いました。戸田さんがまあ最終手前ぐらいの面接官だったらどうですか、どうさないか。正直悩むところって感じで、どっちかにしろってもうここで決めろって言われたら罰かもしれないです。まあ実際はあげるでしょうね。はい、なんでかというとちょっと聞ききれなかったところがやっぱあったというか、はい、僕はあの攻めたつもりなんですけど出てこない出てこないっていう感じがずっとあって、で時間がまあ今日短めじゃないですか、はい、でもしこれ1時間あったら多分決着つけてたと思うんですけど。具体的にどこの部分が良くてどこの部分が分からなかったのかもあたり、もう一つですけど難易度が分からない。あ、それがどれぐらい難しかったのかっていうのをずっと関心を持って聞いてたんですよ。一見するとそんなに難しいかなっていうのが正直思ったんですよね。本当に難しいの本当に難しいのってそんな言い方しなかったんですけど、ずっと思いながら聞いてた。どれぐらい難しいかを伝えるっていうところですね。だからいろんな言い方で量的に聞いてみても、1日1週10件で4人もいるから2、3件か、うん、まあそんな難しくないとか、うん、何文字だとかって聞いてたのも、これも難易度上がりなかったからなんですよね、うん、やったこと自体とかもなんか
あの学生さんなのに個人事業主としてね、既存のあるアルバイトじゃなくて自分からやってるみたいなところ、もう このこと自体はもうすごいプラス評価なんで OK みたいな感じでもう終わってて、あのずっと聞いてたのは難易度難易度難易度っていう感じで、ちなみに池田くんだけじゃなくて多くの就活生はやっぱ難易度高くないことを学術会にしなきゃいけない場合が多いと思うんですよね。仮に今の場合、今の仕事が難易度高くなかったとしたら、それも素直に伝えるべきなんですね。できるだけ難易度が高かった自分にとって大変だったってことを言うべきだとは思うんですけど、うん、これ誤解されちゃうかもしれないですけど、難易度っていうのはその結果のすごさっていうことじゃなくて、自分の中の一歩踏み出す時にみんな壁があるわけじゃないですか。それを超えたかどうかみたいなところなんですよ、僕が言ってる難易度っていうのは、うん、あ、自分の中での心の壁をちゃんと超えてきたかっていう、うん、そうなんですよ。だからなので面接で主に聞かれるところっていうのは、姿勢とかスタンスとか物事の考え方、ちょっと一言で言うとさっき言ったメンタルブロックっていうのは、ここから踏み出しちゃいけないとか、勝手に自分で線引いててやらないことをやるかどうかみたいなところ、なんかこの辺りなんですよね。どうですか、最初に比べたら、あ、やりきったなとかできるようになったなっては思いは言ってあったというふうに思ってて、なんかそもそも前提として結構翻訳する人が結構社会人とかで、自分もまあ授業めちゃくちゃ取ってるっていう状況で、もう使える時間結構カツカツというか、1週間に10件って言ったんだけど、それも結構本当にギリギリの状態でやってたんですね。そういう状態でやりながらもなんか少しずつうまくいって、案件もちょっと多く回してもらったりみたいなことがあって、できるようになったなみたいな実感はあった。だからそういうことを言わないと、ないです、ね、さっきの思考はね、40件で、あ、まあ、週10件で4人もいる、うん、2、3件を裁くだけって思うじゃないですか、うん、でも今の話で言うと、ものすごいこの時間の中で今のタスク回してたって聞くと難易度が分かるし、どれだけこうその自分なりに積極性を持ってやってきたかみたいなことも分かるわけですよね、うん。ということで今回合格者の面接を公開したんですけども、ちなみに証券ならではの質問とか面接ってありましたか？はありました。証券のなんか理解というかはなんか知られてるのかなっていう質問があったりして、うん、っていうのは私自身なんかプライベートバンカーって結構超富裕層の方向けの証券をなりたいなっていうふうにお伝えした時に、そしたらなんか自社株持ってる投資家上げてみてとか、今日の日経平均株価はみたいな、まあみんな知ってて当たり前かもしれないですけど、また、まあ、ちゃんと理解もしてるよねっていうこともまあ聞かれたこともあったので、そういった、まあ、業界ならではの当たり前をちゃんと理解しておくっていうのは大事かなっていうふうには。あとは、池田くんがあの今回いろいろ聞いたら、まあ、大枠丸だったと思うんですけど、受かるためにやったこととか、なんか具体的に視聴者の皆さんが真似できることとかってありますか？真似できることとしては、まずインターンに行ってくださいっていうのがあると思っていて、結構金融業界っていろんなインターンから先に選考に呼ばれたりとか、面談しませんかみたいなことが多いと思うので、まず興味があったら少しでもなんかインターンに行くっていうのは、少しでも早期選考とかにつながるのかなっていうふうに思いました。私はタコ分析がすごい、あ、これはこれからやっていこうっていうふうに思いました。でもなんかさっきいろいろ面接聞いてて、あ、この人の強みはこれだなとかってなんとなく分かったんですよ。なんかこの話もっと聞いてみたいなっていうふうに自分でも思ったんで、でもこれで自分で話してる時には全然気づけてないことだなって思ったんで、タコ分析してそこの強みを言ってもらうっていうのと、あと自分なりの苦労、自分で線引いてみんなやらないことやったかって自分で分かんないんで、これをもうちょっと調べていくために箱分析これからやっていこうっていうふうに参考になりました。僕も同じちょっと似ているんですけど、その学士科の難易度について、その定量的なのと定性的なのがあって、その定性的な方がメンタルの壁をいかに乗り越えたかっていうこと、自分結構定量的なところばっかり事実ベースで述べちゃうところがあるので、そこはやっぱり定性的なところをなるべく盛り込んで、その面接官に伝えられるようになりたいなと思いました。ということで、すごい勉強になりました。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。